高橋敏彦は、日本の建築家、政治家、北上市長。岩手県北上市和賀町出身。1974年3月、岩手県立、黒沢市立北高等学校卒業。1978年3月、日本大学理工学部建築学科卒業。1980年、日本大学大学院、理工学研究科建築学専攻博士前期。 家庭終了。その後高橋建築事務所に入り、設計に従事する。あと高橋設計に、社名変更し、代表に就任。岩手県総合計画審議会委員のほか、特定非営利活動法人岩手 NPO、ネットサポートの代表理事を務める。日本現代史家文学館で、1990年、日本建築士事務所協会連合会会長賞。 1991年、日本建築士会連合会私の推薦する作品優秀賞受賞。1996年には、ユダ文化創造館銀河ホールで、第16回東北建築賞作品賞。その他の代表作に、佐藤八郎記念館北上総合体育館、鬼柳保育園、北寮メディカルセンターがある。2011年1月17日、 4月に行われる北上市長選挙に公明党推薦の無所属で出馬することを表明した。4月24日に行われた選挙で勝利し、初当選を果たす。北上市に存在する16の地域コミュニティをアジサイの花に例えたアジサイとしきた神の創造に向け活動を開始する。4月27日市長就任。2015年4月 無投票により再選。自身の掲げる、アジサイとしきた、神第二ステージの幕切れを宣言する。2019年4月、無投票により参戦。ありがとうございます。